旧古城は岩手県二戸市福岡城のうちにあった日本の城である。後に森岡へと移るまで南部市の居城となり福岡城と改められたが旧古城と呼ぶのが普通である。別名宮野城。国の史跡に指定されている。中世の平山城で主に南部市の一族である区の兵士が居城した。正確な都市は不明であるが、 久野戸氏が旧古城を築城し、移ったのが、慶団レフ港では七代目、三政の時、奥南落ち募州では十二代目真実の代という。また、十一代目正美が二個を加造されて移ったとされる、説もある。久野戸正美の乱以後、ガム宇治里によって改修されて、南部宗家の本城となった。西側をマブ側、北側を白鳥側、東側を猫淵側により、 三方を河川に囲まれた天然の溶岩で、木内は空堀りによって、本丸、二の丸、三の丸、若狭間、外間松の丸などの車群を形成し、本丸の一部には東北最古の石垣を持つ。東北地方では有数の規模であったが、江戸初期に廃城となった。城石は1935年6月7日、国の史跡に指定され、現在は保存整備されている。 ただし、三の丸跡は大部分が市街地となっており、史跡指定対象外となっている。以前から上手、九戸正美は、南部一族内の石川信ブと対立し、抗争していたが、南部総家相続争いで、九戸氏を差し置いて、総領を継承した南部のブに対し天正19年兵を挙げる。これは、南部のブが豊臣秀吉から領地安藤を取り付けていたため、 豊臣政権への反乱とみなされた。道の区国では他にも大規模な一揆などを起きており、秀吉は豊臣秀治を総大将に、朝野長政、ガムウ里や関東、大宇の諸将を鎮圧軍として派遣する。鎮圧軍は一揆を平定しながら北進し、9月2日、約6万の兵で救護城を包囲、除名の約束で9月4日に降伏解除をさせた。 しかし約束は保護にされ、正さはじめをもだった首謀者は処刑され、城内にいた者は女、子供構わずなで切りにされて皆殺しされた。平成になって、木内から人骨が多数発掘されたが、この時に殺害された人たちであるかどうかは判明していない。この乱は、秀吉による天下統一の総仕上げとされるが、天下の豊富軍が攻めあぐんだ末に、暴力、保護。 なでぎりといった史実は、歴史書から抹消されたとも言われる。二の丸後の発掘調査で、首をはねられて、刀傷を負った、女性を含む複数の人骨が発掘されている。この後、野戸氏の残党への警戒から、秀吉の命によって居残った、ガモ氏里が九古城と、城下町を改修し、南部家の本城として、南部の武直に引き渡されて三古城から京を移し、九古を、 福岡と改めた。しかし両民は、久野戸市への思いから旧古城と呼び続けた。慶長2年の小塚田追によって、南部市の居城は森岡城へ移されたが、城は、官営13年の廃城、八脚まであった。平成元年から旧古城の史跡環境整備事業が行われ、本丸、二の丸跡を中心に継続的に発掘調査が行われた。平成7年には、 二の丸後で墓穴が発見され、刀傷や、死傷のある人骨が多数発見された。平成11年4月6日、俗日本百名城に選定された。ありがとうございます。